エミリオ・サンチェス・ビカリオは、スペイン・マドリード出身の元男子、プロテニス選手。弟のハビエル・サンチェスと妹のアランチャ・サンチェス、ビカリオもプロテニス選手で、エミリオは4人兄弟の長男である。エミリオは1980年代後半に、スペインの男子プロテニス界を代表する選手として、活動し、とりわけ同じスペインのセルヒオカ・カサルトのダブルスで、天下無敵の強さを発揮した。 自己最高ランキングはシングルス7位、ダブルス1位。イーサンチェスは ATP ツアーでシングルス15勝、ダブルス50勝を挙げ、そのうち44のダブルス優勝をカサるとのコンビで獲得した。4大大会では全仏オープン男子ダブルス2勝、混合ダブルス1勝、全米オープン男子ダブルス1勝、混合ダブルス1勝を挙げた。 1988年のソウル五輪でテニス競技が復活した時の最初の男子ダブルス銀メダル獲得もある。エミリオ・サンチェス・ビカリオはテニス一家の4人兄弟の長男としてマドリードの地に生まれた。弟のハビエルがパンプローナ、末の妹アランチャはバルセロナに生まれたため、サンチェス一家の子供たちは移転の多い幼少時代を送ったことになる。 1984年に19歳でプロ入りし、直ちに男子テニス国別対抗戦、デビスカップのスペイン代表選手に選ばれた。同年の全仏オープンで4大大会にデビューし、いきなりジミー・コナーズとのシングルス4回戦で勝ち進む。1985年から、サンチェスはセルフィオ・カサルトのコンビで男子ツアーのダブルスに勝ち始める。彼は1986年に、 シングルス3勝ダブルス5勝、1987年にシングルス4勝ダブルス6勝を挙げ、一躍スペイン男子テニス界のトップ選手になった。1987年、サンチェスは全仏オープンと全米オープンで4大大会混合ダブルス年間2冠を獲得する。優勝パートナーは全仏オープンがパムシュライバーで、全米オープンはマルチナナブラチロワであった。 その間に位置するウィンブルドンで、サンチェスとセルヒオ・カサルは初めて男子ダブルス決勝に進出したが、アメリカペアのケン・フラックロバート・セグソ組に6から3、7から6、6から7、1から6、4から6で敗れて、準優勝になった。サンチェスとカサルのダブルス経歴を通じて、最大のライバルが、フラックセグソ組だった。1988年、 サンチェスは男子ツアーでシングルス1勝ダブルス10勝を挙げ全仏オープンと全米オープンで4大大会男子ダブルス年間2冠を獲得した。全仏オープンの直前にパートナーのカサルが手首の手術を受けたためここではエクアドルのアンドレス・ゴメスとペアを組む。サンチェスとゴメスは 全仏オープン男子ダブルス決勝で、ジョン・フィッツ・ジェラルドアンダースやリード組を6から3、6から7、6から4、6から3で破って初優勝を決めた。全米オープンでは、手首手術から復活したカサルと組んで決勝に進出したが、相手ペアのリック・リーチジム・ピュー組組が出場できなくなったため不戦勝で、サンチェスカサル組の優勝となった。 ダブルスを制した全仏と全米の2大会で、サンチェスはシングルスでもベスト8に入り、両方とも準々決勝でマッツ・ビランデルに敗退した。この後、2人はプロテニス選手の参加が認められたソウル五輪に、スペイン代表選手として出場する。復活金メダル第1号を目指した決勝戦で、2人は宿敵のケン・フラックロバート・セグソ組に3から6、4から6、 7から6、7から6、7から9で敗れ、スペインペアは男子ダブルス銀メダルに終わった。1989年の全仏オープンで、末の妹アランチャ・サンチェス・ビカリオが、スペイン人女子選手として、最初の4大大会シングルス優勝者になった。エミリオの常実の活躍から、アランチャはエミリオの妹として知られるようになる。アランチャが全仏初優勝した年、 エミリオはシングルス1勝ダブルス2勝止まりでパートナーは弟のハビエルなどと組んでいた。1990年にカサルとのコンビネーションを復活させてから2人は再び男子ツアーの頂点に立つ。1990年全仏オープンの男子ダブルス決勝で2人はご覧岩にセビッチペトルコルダ組を7から5、6から3で退けた。サンチェスにとっては ゴーメスと組んだ1988年以来2年ぶり2度目の男子ツアーダブルス優勝となった。サンチェスは1991年にシングルス3勝ダブルス5勝、1992年にシングルス1勝ダブルス4勝を記録したが、1992年1月のメディバンク国際が最後のシングルス優勝になった。カサルトのダブルスでは1995年まで、 優勝記録を残している。彼はダブルス通算50勝のうち44勝をカサルとのコンビで獲得した。デビスカップのスペイン代表としては1996年まで出場を続けた。1998年に33歳で現役を引退。その後2006年から2008年まで3年間デビスカップのスペイン代表監督を務め2008年に スペインチームを4年ぶり3度目の優勝に導いた。現在はエミリオ・サンチェス・ビカリオの方が4大大会女子シングルス4勝を挙げたアランチャの2位として知られるようになっている。ありがとうございます。